今回は1位だった一般墓を抑えてまさかの樹木葬が1位に。樹木葬は樹木をシンボルにするお墓で墓石は不要、霊園で管理してくれるし、後付き文代の NASA が評価されたんやろうか。一般墓と費用を比較してみたら約半額以下なんですよね。年間管理費も6000円程度やから、そこも評価されたんやろね。ただこの6000円なんですけども、ずっと払い続けな飽きまへんよ。今はいいけど長い目で見るのを忘れんといてな。そこでおすすめしたいのが合祀。遺骨を他の遺骨と一緒に埋葬する方法なんやけど、メリットは経済的な負担と手厚い供養やね。うちの寺の場合やけど、お参りはしていただいてもいいし、祈日と年季法要もしてますよ。概要欄にリンク貼ってますから、一回合祀をチェックしてみてください。